今からビムの話をします。ビマック使いの皆さんには危険ですので寝ててください。私はクギマックと言います。ビムスクリプトの静的検査ツールを書いています。で、今からお話しするのはビムスクリプト静的解析の光と闇についてです。すみません、嘘をつきました。ビム光はありません。これからお話しするのは基本的に闇についてです。で、特に苦労したのが変数の解析なんですよ。まあ、具体的に言うと未定義変数の使用を検出したり未使用変数を検出したりっていうふうなことですね。で、まあ、これらを適当に一旦実装してみたんですね。で、まあ、リリースしていたんですけど速攻で一種類がいつも立てられて、その中で私の知らなかった謎構文の数々がこう明らかになるというこう事態を経験しました。これはもう甘えるなというビムからのメッセージに他ならないわけですね。で、このイシューにかかったコミットです。2度書き直してたびたび設計も変わり、まあ、ちょっと正直甘えたいとしかこう感じられないというような感じでした。で、この経験をもとに私が出くわしたビムスクリプトの闇についてお話しします。まずレベル1から、変数解析の基本っていうのは変数の宣言と参照を追跡することなんですね。この宣言と参照を追跡することで宣言されてないのに参照されてるとか宣言されてるけど、まあ、一度も参照されてないような変数を見つけ出すことができるわけです。で、ビムスクリプトの変数宣言を見てみると、まあ、レッドとかいう構文で変数を制限したりファンクションという構文で関数をこう制限したりとしてるわけです。よく見てください。なんかいますね。これリディアって言うんですけど、これメッセージを変数にリダイレクトします。変数が存在しない場合は作成されます。こいつ変数宣言できるぞ。レッドやファンクションだけじゃなかったんですね。っていうのがレベル1でした。ではレベル2に行ってみましょう。で、もう一つの変数解析の基本はスコープを抑えることです。変数解析の基本、まあ、スコープが分かればどこに宣言されるのとかどの変数を参照するのかってことが分かるようになるわけですね。で、まあ、どんなスコープがあるのかっていうのをちょっと見てみましょう。まずパール、皆さんご存知だと思うんですけど、マイとかアウアとかローカルステージ、あと暗黙のグローバルっていうのがまあありますね。まあこれちょっと多いなって感じです。じゃあビームスクリプト見てみましょう。グローバル、関数ローカル、スクリプトローカル、ウィンドウローカル、バッファローカル、タブローカル、ビルトイン、暗黙のグローバル、暗黙の関数ローカル、暗黙のビルトインです。圧倒的ではないか。しかも暗黙のホニャラっていうのがこう結構いろんな問題を引き起こしていて、裸のカウント問題っていうのがあるんですね。で、まあ、何かっていうと今このコードっていうのは、変数を宣言して直後に変数の内容を表示することなんですね。で、ビームスクリプトはG コロンとかっていった形でさっきの変数のスコープをこう明示するんですけど、このコードでは省略されるとグローバルになるはずです。で、まあ、上のことと、まあ、100が表示されるわけですね。では下のコードどうかって0が表示される。 なんだこれは。でもまあちゃんと G コロンっていうのをつけてちゃんと明示的にすると100が表示される。一体どういうことかと、これビルトイン参関数変数が参照されていると、これはひどいと。あと他にもあるんです。変数と関数についていろいろあって、変数と関数を同じ名前で宣言することができるんですね。で、まあ、こうすると、まあ、上で変数を宣言して下でエコー関数を宣言してでエコーしてるわけです。これ上書きされたんじゃないかなって感じするんですけど、これ何が表示されるかっていうとバーバーンと表示されるんですね。なんだこれは。これ変数と関数は別空間扱いなんですね。もうやってられないっていう感じです。で、最後にレベル3、ある配列から別の配列を作るマップっていう関数をよく使うと思うんですよ。パールだと、まあ、上のような感じでマップってやってこうリストを渡してあげるとか、ビームスクリプトを見てみるとなんかあれですね、文字列があると。文字列にされると実行時まで何がこう来るのかわからないっていうのがあって、こう静的解析できないんですね。なので多くの静的検査ツールっていうのはこれ先諦めちゃうんですよ。まあじゃあ俺もまあみんなやってるんだし諦めようかなと思ったら、こうご警告の嵐になるんですね。で、もう泣きながらこう文字リテラルだけは解析できるようにしてしたんですよ。そしたらこうマップ関数は四天王の中でも最弱だったんですよ。ビームスクリプトにはマップっていうコマンドがあって、あるキー入力を別のキー入力に割り当てることができるんですね。例えばこのコードだと左の矢印キーを押すと H が押されたことになるようなコードです。で、もちろんマップコマンドで変数宣言をこうキー入力で実現することができてしまうんですよ。まあいやいや、そんなのさっきマップ関数取った道じゃないですか、楽勝ですねって思ってたら、おやっと。なんか異物が入ってると。これキー入力の再現なので、これエスケープとかっていろんなこうキーやつが入ってるんですね。これはインサートモードからの脱出なので、エスケープが一回入ってから変数宣言をしてインサートモードに戻るというやばいことですね。これも変数宣言できちゃうんですよ。えっって感じですね。しかも誰が再起展開しないといった。マップって再起展開されちゃうんですよ。文字列がこうではマップコマンドで割り当てられたキー入力ってさらにマップで割り当てることができるんですね。つまりキー入力が最終的にどうなってるのかもこう分からないっていうのがあるわけですね。もうこううーっていうふうな感じですね。もう要するにこれはビムからの甘えるなっていうメッセージなんですね。でもまあ正直甘えたいですね。で、まあそれでお願いがあるんです。正直甘えたいので解析しやすいコードを書いてほしいと思ってますね。例えば先ほどのマップっていうのは再起展開されるんですけど、ノーリマップっていうのは再起展開されません。なのでこうキー入力がちゃんと信頼できるわけです。あとマップ関数についてもこう文字列リテラルでそのままこう何も足し算とかなんか変数展開とかしなければ解析できるわけですね。そんなこんなでできたのがビームスクリプトの検査ツールです。
まあ、インストールはビンビン取ってやるだけでできます。以上です。